スミッキーアッシュをかぶせてこの色なんで、ちょっとやっぱ赤が強いかなっていうところで、ちょっと明日どうしても外せない用事があってちょっと暗くしたいので、じゃあマニックパニック2色買ったんですけど、それが届くまで、まあ、一時的に色落ちしてもいいっていうことで、ちょっと市販の青カラー買ってきました。赤とオレンジの補色が緑なんで、でまあブリーチしたから黄色で、黄色の補色はだいたい青なんですけど、まあこのナチュラルアッシュを使って染めてみたいと思います。1剤と2剤と泡カラーなんでポンプですね。結構ね、私粘膜弱い人なんですけど、鼻とか喉とか、結構目に染みるかなっていう感じなんで、お風呂とかの密室でやると、結構辛いのかなっていう感じです。ただ匂いはそんなにブリーチに比べると全然なかったので、わりかしまんべんなく塗れるし、だいぶやりやすい染め子かなと。ちょっとマシなうちに塗り終わりました。結構私くらいの長さでもだいぶ液剤が残ってたので、3分の1以上は残ってました。まあ、一応全部つけてこういう感じになりました。で、ここから、塗るのに10分弱かかったので、残り20分ぐらいを、放置したいと思います。はい、結局1時間くらい置いちゃったんですけど、本来は20分から30分ぐらいなんですけど、で、洗って乾かしてきてこんな感じです。なんかね、若干ね赤っぽさ残ったかなっていう感じなんですけど、ここのめちゃめちゃ金髪になってたところは本当に灰色になっちゃいました。ギリギリの鬼太郎みたいな。まあ泡からはやっぱり染めやすいですね。で、もう後半洗い流す手前直前はもう真っ黒になってました、頭が。もう別に皮膚についたからって色残りとかはなかったですね。